も始まりました。山岸まりなの唯一無二、毎月第3木曜日50分間生放送でお送りいたします。この番組はですね、コメントも送ることもできますので、ぜひぜひ送っていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。では早速ゲストの方をお呼びいたします。七丸こと南七子さんです。よろしくお願いします。早速自己紹介をよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、並べること南七子です。よろしくお願いします。過去一の声援です。本当ですか？素晴らしいです。絶対みんな飲んでるでしょ。本当に絶対もう早速飲んでますね。飲んでます。飲食大丈夫なんですか？全然大丈夫です。すごい自由。飲んでいただいてラッキーだね。はい、いっぱい声出していただけると、今じゃないし。すごいすごい圧が。楽しいですね。いや楽しいです、本当にありがとうございます。なんて呼んだらいいですか？なんかあの七丸ことって言ってるので七丸です。七丸かわいい。なんで七丸って呼ばれてるんですか？わかんない。あのなんかあの理由がなくて、はい、社長がなんとなくあのブログ、前ブログやってたんですけど、はい、それのタイトルに七丸日記ってアメブロかわいいやってくれて、はい、七丸がどっから来たか知らなくて、はい、だ社長がなんとなくつけたのをあたならと思ってみんなが呼び出して。あ、でもなんかさっきお話聞いたのが、うん、七丸ことって言ってるのにみんな七子みたいな、なんかあの七丸こと南七子です、七ちゃんってくるんです。だからえどういうことみたいな。七丸ですって言っても今なんか七ちゃん浸透になってて、どっちが嬉しいですか呼ばれて？いや、ならまるかなですって皆さん。実はありがとうございます。皆さん、ななまるってあ、ななとかも言ってもはやな。すごい否定的な、呼んだことないみたいな。まあ、なんか昔はよくななまるだったんですけど、はい、やっぱライブとかしてはななちゃんとかコールが多分しやすいとか。そういうことですね。3文字の方が言いやすいですかね。多分ね、そういうのあるよね、多分ね。響き重視で。じゃあ今度はね、七丸って、ね、はい、呼んでいただけるとね、なんか好きなように飲んでもらって、おい七丸でもいいし。おい七丸なんて言えない、はい、言えない、七丸さん、はい、七丸さんでます、ね、お願いします。マリナさん、あ、マリナさん、はい、お願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ声可愛いですね。声ね、なんか変ですよね。生まれてからその声なんですか？生まれた時わかんない。生まれた時はおぎゃーだからわかんないけど。あれ生まれた時からもう美声を発して泣いてたのかなと。でも声高かった、泣き声高かったって。あ、やはりお母さんが言ってて、すごいすごい可愛いなと。でも母も声高いから。あ、ママも遺伝ですかね。あ、でも妹は低い。あれおかしいな。なんか母の血が強いから。あ、うん、かもしれないです。じゃあいいですね。私はどっちかっていうとそんなに声高い方じゃないんで、うん、もうなんか声高いの本当可愛いなって、そう心から思います。本当ですか、はい、こういう声でもいいですよね。なんかね、大人っぽくていい、老けて見られるんですよ。本当ですか。私だから中学生の頃にもう大学生みたいに見られてて。あー、声でか。そう、喋る、まあ、見た目はそんなにって言われるんですけど、喋るとやっぱり年上って冗談で30とかずっと言われる。それは見ない。だから羨ましいね、その声が。でもなんかこの声だけじゃなくて歌もこんな声だから漏れなく落ちサビがもらえない。え、そんなことそんなことなくないですか？本当に誰ともコラボできない声が。あ、よくも悪くもってことですよね。個性はあるけど混じった時に、そう、例えばバラードっぽい曲で私がサビとかなんか落ちサビ来た瞬間、はい、なんかもうあれみたいな感じになるし、やっぱそういうね、あ、知ってるじゃない。聞こえた聞こえた、知ってるじゃない。セリフみたいなのもらうこと多かったですね。でも本当になんか声優さんとかやってるのかなって勝手に思ってたんですけど、やってないです。あ、本当ですか？声だけ。じゃあお仕事ここまでみたいな。あ、お願いします、ね、絶対だって本当に可愛いですもん。本当ですか？せっかくそういうね、素敵な声なので活かしていただけると、うん、そうですね、なんか活かせるじゃん、なんか仕事、ね、はい、ください。ぜひ、こちらまで。出てるんですか？出てないです。出てない、出てないんだ。出てないです。こちらまで後に入れてもらう。はい、編集した時に、はい、そうですね。今は、
タレントさんとして活動されて。そうですね、なんかいろいろやってるからそうなるのかもですね。どのジャンルが一番自分の中でやりたいなっていうのはいろいろあるじゃないですか。グラビア、アイドルとかお芝居とかも女優としてもあるじゃないですか。どれをやりたいとかっていうのあるんですか。旅歩きの人とかになりたい。多ジャンルすぎてびっくりします。旅歩きのなんかリポーターみたいな。なんですごいみんな言うじゃん。歴史嫌い多いの。え、厳しくないですか。焼き鳥にしようって、焼き鳥の評論家になりたい。焼き鳥ピンポイントすぎて。あ、レバーだ。レバー食べれないんですか。レバーはちょっとあの、え、何が食べれないんですか。で何が食べれないんですか。あのレバー、え、食べれるものが、お、え、食べれるものの、食べれるのは甘くないもの。甘くないもの、甘くないものと酸っぱくないものとおつまみみたいなもの。何が食べれるんでしょう。あ、でも、チョコレートとかあんこ以外には食べれるもの。ああ、ちょっとレバーと酸っぱいのはちょっと。酸っぱいの、え、レモンとかですか。レモンはあんまり好き。あ、ツコンブもダメ。あ、でも何でも食べれます。あ、本当ですか。すごいすっごい、うん、でも私も今嘘つけっていうのがここに出ましたけど、嘘つけ。カメラが回ってたらちゃんと美味しいって多分ここ言ってるんじゃないですか。食べてるふりしてこうやって食べて、え、すごい微妙な顔してカットを狙います。そしたら出演時間なくなっちゃいます。あ、それは困る、それは困る。でも、そのえ、なんで食べ歩きのやりたいんですか。なんかあのやったことあんまないから。あ、好奇心が多いせいなんですね。本当そうなんですよ、何でもやりたい。あ、わかります。でも気持ちはでもグラビアもやったし、アイドルとか、はい、いろんなこと、まあ、グラビアも今も全部やってますけど、はい、その歌ったりとかいろいろやって、はい、やってないことをやりたくて。どっちかっていうと今までやってきたジャンルはもう一周回ってきたから、うん、新しいところに行きたいという。そう、もしなんかそれやるならもっとなんか面白い、なんかプラスアルファのものをやりたくなっちゃうから、はい、そう、同じことするのなんか、うん、グルメ系のロケとか。はい、え、グルメいいね。グルメ食べれるものはあんまりない。あの、食べ、美味しい顔するしますよって、これだったらもっと美味しい顔しますよって言って押す。あ、そういうことですね。これこっちよりこっちの方がいいよって、こっちの方が多分いい顔できる。はい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 、視聴者的にもこっちの方が見たいぞっていう方で。そうそうそう、すごい私利私欲が。いやでもね、まあでもいろんな、本当にでも、はい、あの仕事だけじゃなくて本当あのスカイダイビングとかハンググライダーとか何でもやりたい。スカイダイビングとかって結構なんかみんな泣きながらうわ無理ってやるやつじゃない。スカイダイビングってこう飛ぶやつ。そう、飛ぶやつです。あれ、あ、こうでしたっけ。え、こういうやつ、あれどっち、え、あれ、これはこれバンジージャンプする。え、ど待って、どっちどっち。スカイダイビング飛行機から上まで上がってあれ、ハンググライダーだ、間違った。ハンググライダーだ。どれだ。ごめんなさい。情報が今渋滞してますか。すごいおちょこちょい、なんかこういう話す言葉が分かんなくて、でもいろいろやったことないなって。はい。何ですか。やったことないのは何ですか。あのバンジージャンプは多分ないんです。うん。多分っていうのはどういう。記憶の限り多分ないよね、多分ね。絶対ない、絶対。それは漏れなくマネージャーさんも連れて、みんなも連れてバンジージャンプに行きたい。てってれってみんなでも、そう、みんなでも、もう目隠しして、もう動画写真めっちゃ撮るから私確かに。え、怖くないんですかそういうの。大好き、やりたいです。すごい、え、経験したい。え、逆にあのなんだろう、罰ゲームでやらなきゃいけないってなったら、うん、嫌な顔をしないとちょっと成り立たないじゃないですか。そういう時はちゃんとそういう顔するんですか。しますします、ちゃんとするけど。やらせになっちゃいますけど。あの、そうですね、するけど、なんか一番嫌なのはその、はい、DVD とかでこのアイスとかその練乳みたいなの食べなきゃとか、はい、グラビアだとよくあるあるの、あ、なんかね、甘いやつとかちょっと違うものに見、なんかちょっとね、みんな興奮するみたいな。そのセクシーな顔したいのにどんどん顔が険しくなるそう、もう入っていいですかみたいな、甘いのがちょっとね得意じゃないですか。そっか、甘いのよりもどういうのが好きなんでしたっけ。おつまみ、おつまみ、おつまみって何が一番好きですか。焼き鳥。焼き鳥戻っちゃった会話でした。戻っちゃった、一周してきましたね。はい、あ、そう、じゃあしょっぱいものは好きです。皆さん、じゃあしょっぱいものを差し入れしてお願いします、はい、甘いものよりしょっぱいものでお願いします。意外ですね。でもなんかパンケーキとかすごい、なんだろう、映えって言いながら、あの、食べそうですけど、なんだっけ、あのインスタとか、そう、インスタ映えって言いながら
楽しい楽しいやい、バイエーって感じですけど、そうでも撮ります、写真は撮るしアップしたりもするけど、はいはい、すごい一言も喋らせないようにしてますね皆さん。すごいみんなの番組で今7喋ってるから、うんうん、みんなの番組になってますからもうすでに、こっちが正面かなみたいな。でもいいんですけど、でもねこの前ポッキーの日があったんですけど、 ありましたね、はい、あのポッキーをいかにどこまでで食べてる風に撮るかっていう。え、どういうことですか？あのポッキーチョコじゃないですか、はい、食べたくないんですけど。あ、そっか、あんまり好きじゃないんです、ね、それでもやっぱそういうハッシュタグポッキーの日、はい、ねえプリツなかったの、そのハッシュタグポッキーの日っていうのをやりたくて、はい、まずこうちょっと添えて撮るじゃないですか、あ、うん、かわいいね、ちょっと加えて撮るじゃないですか、はい、その後もうちょっとあの食べてる風がいいかなって加われたらちょっと味が出てくるんですよ。クーってなってこう写真的におかしくなってきてそのうち溶けてくるんですよ、はい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 、すごい手とか甘くなってきてもなんかも、はい、あーみたいな、また来週のお誕生日食べないっていう、結局食べずに取る、食べました、1本食べました、1本ちゃんと食べた、溶けてきたからちょっと、はい、取ってるうちに取ってきてたからこう食べてお茶でえ、ずっと食べれないんですかチョコは。小さい頃食べれた気がするんですけど、どのなんかタイミングっていうかそのきっかけってあるんですか、食べれなくなった。みんな好きじゃないですかチョコとかは。男の人とか好きな人多いですよね、甘いのね。ね、なんかチョコって幸せ成分がチーズとチョコだけ入ってるらしくて、うん、本当に。そうなんですよ、だから好きになるんですみんな。幸せ成分、そう、炭水化物とか、まあ、ちょっと違う成分なんですけど、うん、入ってるんですよチョコと、幸せになれるってことですか。なんか幸せ気持ちが、そう、気持ち満たされる、そう、脳みそがかなんか勘違いするみたいで、そうなんですよ勘違いするんだねちょっと危険だねなんかね薬物的な、そう、なんかあるみたいで、え、でも好きじゃないっていうから、うん、なんかあとチーズは好きだから、え、なんだろう、幸せなってる、え、トラウマがあるとかじゃないんですかこれ。多分理由はあの、はい、お母さんがチョコ好きすぎて、あ、理由はママの食べ過ぎです。逆に反面教師的な、もう朝からチョコって、あ、え、まずあのなんか頭を働かせるために糖分、すごいですね。でもなんかチョコが常にあって、朝からお昼とかご飯食べても終わってチョコみたいな、それを見てるとなんかもう、あ、まあ、お母さんどうぞみたいな私もなんかもうお腹見てお腹いっぱいになっちゃったんですよね。そう、 そうかもしれないですね。じゃあチョコレートなんかね、きっかけが好きになる、またきっかけがあるといいですけど ね、あるとね、せっかくだから。焼き鳥味のチョコみたいな、うわーやだソースの代わりにチョコみたいな、あ、そうそう、ソースの代わりにチョコないんじゃない、でもチョコが好きじゃないんだったそもそもですね、また嫌いになっちゃいます ね、 そうね、なんか好きになるためにちょっとね、新しいなんかね、チョコを克服する何かをちょっとみんな ね、考えていただいて、そう、皆さんにそしたらぜひ試してツイッターに載せて、漏れなくビター系とかは甘くない、カカオのあのめっちゃ入ってる、あ、食べれる気がします。あ、じゃあそれをまずトライしていただいて、うん、報告しましょう、はい、苦いですか。苦いですね、甘さっていうよりも、ね、カカオのそのものの味を食べれるみたいな、あ、じゃあでもいけるかもしれない、美容的にもいいみたいな、じゃあちゃんと食べれたらツイッターにアップします、はい。え、お仕事はその今はグラビアとかもやってて、うん、なんかグラビアやったり、他にもお芝居やってたっていう、お芝居もやりました。どんな役をやったんですかその時は。あ、でも実は結構やってて、お芝居、あ、そうなんですね、はい、すごい。あの今年の1月と8月もやって、はい、1月はあの主演、座長させてもらったんですけど、すごい、いや全然すごくないんですけど、あのシェアハウスの管理人で元ヤンキーっていう、わお、ちょっとそれだけ聞くとえ何みたいになるけど、悪が強めの、いや、そう、なんかあのいつもはみんな面倒見がいい、こう、はい、シェアハウスでみんなこう迎え入れるんですけど、たまにこうボワーってボルテージが上がるとオラーみたいな感じになってオラーみたいなね、入っとく、え、そういう子だったんだみたいな。あれは本当声を下げることをすごい、そう、それ聞きたかったんですよ、うん、え、その声のままやるのかなと思ったんですけど、うん、ちゃんと下げるというか、下げます下げます、ダメだった、ね、これだとヤンキーっぽくなかった、なんかもうチャラヤンキーみたいな、いやでもまあ可愛いし、オラーとか言ってもダメじゃないですか迫力ないでしょ、可愛いですけど、あれみたいです、なんかあの捕まって暴走族であのオラー、なんかピーってなりながらの、何もってもらえないみたいな、あ、あ、そういう、そういう、なんだろうみたいなそう、声変えてるやつ、ね、変声期みたいな、変声期私声変わんないんですよ、あの、え、本当ですか。そう、あのよくほらヘリウムとかあるじゃないですか、え、すごい、すごいでしょ、すごい、すごいの、すごくないけど別にヘリウムね、もう何やってるかアンケートにもあったんですけど、はい、ヘリウムつって出しても声変わんなかった、私すごく、え、
じゃあナチュラルボーンなんですね。ナチュラルボーン変声期なんですね。じゃあヘリウムで変わる声が多分私に近い。だからじゃあモザイクの P の声は間違いないってことですね。そうですね。あれ誰か喋ってるんじゃないですか実際。あ、じゃあ逆に。あ、私だった。あとそういうお仕事のオファー待ってます。ピーって結構でも声でバレること多いです。なんかいや本当に特徴的ですもん。喋るとだよく撮影会とかよくさせてもらうんですけど、はい、それとかもスタジオから声が聞こえて外で、はい、でみんなその声たどってきたよとか。え、すごい、ね、外聞こえるんでしょ。結構みんな言ってくれて、みんなもすごいですけどね。餌たどってくるなんかネズミみたいなネズミ見てわかんないですけどすごい、ね、声ねちょっと変わってるから。いや、いいですね、特徴的で。うん、なんかね、何の話してましたっけ。で、あのお芝居をしてちゃんと声を下げるっていう。あ、そうだそうだ。今はできないですね。今すぐはちょっとあの腹筋なんかお腹力入れてちょっと集中しないと。準備運動してはーってやんなきゃ。逆に聞きたいですねでも結構みんな舞台聞いたことあるってことですもんね。じゃあ聞いたことある人。あ、結構え絶対あげない人も聞いたことあるえ、結構変わります。変わるよね。そんなに誰今言ったの絶対そんなドス聞かないでしょ誰すごいよ誰だ、びっくりしちゃった。それはそれでまあ逆に見たいですけどね、この可愛いビジュアルで。おらてめえっていうのも。でもなんか結構低くして本当ねえねえねえでも本当にその時は高校生の最初のシーンで、はい、その時もつかしヤンキーだったっていうのが高校生で、はい、こうカバン下げて近所のおばさんに怒られたのか。関係ないでしょみたいな感じで。あ、今一瞬聞こえました。今、あ、でも今低くないです。これもっと、もっとです。あ、今のでも低くないんですか。全然もう全然今のでもすごい美声だったんですけど。本当です。声なんか結構変わりすぎて一瞬誰か分かんなかったって、初見の人は。聞きたい絶対綺麗だもん。そんな全然綺麗じゃないかったけど、まあ、でみんなびっくりして。いやいやいや。で8月は、はい、なんだっけ8月、うんと、そう何何何、あのねそう、ヒロインやったんですけど結構メインどころを、あの芸人さんの、2人の芸人さんのお話で、その、はい、支える奥さんみたいな感じをやらせてもらって、奥さん役ってなんか初だったので。ねえ、そう、敬語を使ってなんか旦那さんに敬語、そう、なんか頑張ってくださいねみたいな。あ、敬語、ごめんなさい滑舌違う悪かった。いや、私が悪いで、敬語と思ってそういう感じで、またヤンキーみたいな。あ、そう、結構そういう系の強めな感じかなと敬語を使わなきゃいけなくて、はい、もうただでさ奥さんって役って特殊なのに、なんかその、そうですね、敬語を使うってなんかあのほら相棒みたいなあのイメージって、あのなんだっけ、ドラマの相棒、はい、相棒じゃないっけ、相棒だよね。相棒のほら、あのなんか割烹の、そう、右京さん、あの割烹の、そう、奥さんお料理作る、あ、そっち、割烹の方が、はい、あ、わかりました。はいはいはい、着物の感じです。そう、伝わってるからみんな。右京さんっていうから私、なんでこれ右京さんと思って今。こっちですね。あの、おつまみとかちゃんと作ってママ的な。そうですね、それでちょっと支えるみたいな感じで。でも似合いそうですね。本当ですか、結構難しかったな。結構想像できましたもん今。本当ですか。和服とかも似合いそうですね。和服は実はでもあんま言ったことないんですけど、なんか親が、母は着付けの先生で。え、なんで言わないんですか、それめちゃくちゃ素敵じゃないですか。あんま言うタイミングなくて。あ、じゃあ今やった。それでよくちっちゃい頃は着物着せられて、いつもお正月、全なんか親戚全部挨拶みたいな。すごい、なんか中学くらいまでやってました。想像できましたもん。本当ですか、こんな髪明るいのに。いや、でも想像できます。絶対着物、和服絶対似合うと思うんだよ。本当ですか。和服お似合いな嬉しい感じする。好きです。あ、本当ですか。はい、着付けもできるんで自分で。すごいね、着付けできるの。すごい、とんでもない、本当に。あ、なんか、あ、大丈夫いや本当に、あの一向に私去年ぐらいから、褒められた時にどうリアクションしていいかわからないっていうのを言ってて、で褒められたら喜んだ方がいいっていうのをずっと言われてるんですけど、結局やっぱ克服できずに今に至っています。なるほど、すいません。あのいやみたいになっちゃった。なんかそう、わかんないんですよね。うわーうわーってな
日本人ならではな。なんですかね。うおーってなってますね。今暑いです。はい、話をはいそらします、ね。あれ。はい、はい、そんな感じで。なるほど。じゃあやりたいことはグルメ。すいませんね。そうあのお仕事もちろん頑張りますけど、ね、それ以外にやりたいとしたら、はい、新しくなんかそう食べ物のジャンルに、はい、なんかこう通じた何かやれたらいいなと思って。逆にあのめちゃくちゃ変なお仕事来たらどうします？受けます？変なお仕事？いろんなジャンルやりたいって言ってたら、うん、多分一個は来ると思うんですよ。うん、例えばなんだろうな。例えば。例えば、なんだろう。海外で英語だけで話せって言われて、うん、すごい。全然わかんない。すごいよく分かってくれてもそう。そうなんかすごい。いや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 。いけるいける。それ楽しそう。いけるいける。え、感覚でも伝えるよ。あ、じゃあそういう感じのお仕事もちゃんと受け。受けます受けます。え、実際に来たことあります？今までで。あの英語だけっていうのはさすがになかったけど。なかったか。でもなんかあの。遠征で前中国とか台湾とか上海とか行かせてもらって、はい、その時にやっぱ挨拶はそのそっちの言葉でっていうので覚えたりはしました、ね、すごい。え、今覚えてます？少し。お、え、ちょっと。でも台湾とか上海の方、中国圏とかあっちの方に関してだと、はい、ダジャハオ、ウォシナナ、シシェ、チュツジェミエとか。すごい、ニハオ、ニハオ。なんかダジャハオウォシーが皆さんこんにちは、ナナナナで、名前私の名前ナナです、はい、チュツジェミエンが初めまして、どうぞよろしく。チュツジェミエン絶対言えない。あんたも全部ニハオ、ニハオ言って、シェシェ言ってれば、シェシェって5分かどうぞ言ってけば言ってるか。あ、違うか、間違えた。あ、もうダメだ、バカがバレちゃった。私もちょっとそれそうなのかなと思ったけど聞かなかった、ごめんなさい。よかったよかった、一緒意外と天然ですよね。いや、そんなことないですよ。え、めちゃくちゃ天然ですよね。天然じゃないと思う。ね。天然じゃない。ちょっとずれて、あ、国、あ、時差。国？どういうこと？いや、ちょっと違うところにいるんだから。文化が違うんだね。文化違う。そう。日本語喋ってるけど文化違うのかな。すごいみんな言いたい放題言うけど、ちょっとこれ後で確認するからね。でもなんか支えてくれてるって感じですもんね。素敵ですよね。長い人多いかな。すごい素敵な方しかいないですよね。絶対みんな仲いいなって。なんで否定するんだ。ここぞとばかり言ってる。そんなことないし、絶対そんなことはないし。でもなんか結構舞台とか来てもなんか、はい、いつもなんか何回か来てくれる人とかもいるんですけど、なんとなく70チーム70っていう雰囲気がわかるみたいで。ああでも、うんうん、結構なんかお客さんからとかあのスタッフとか言ってなんかあの辺そうだよねとかっぽいねって言われる。え、でもそんな感じはします。なんかいい人オーラが出てる方は絶対に703推しな。なんかあったかいしみんなよく笑う、うん、似るって言いますからね、やっぱり似てます皆さん。楽しそう。私すごいしっかりしてるんですけど。え？すごい言う人いるけど。いや、そう思われる。愛がありましたね。愛がそう強めに、ボリュームも強めできましたから、はい。いやでも本当にあの一般的に結構関わるとみんなすごいしっかりしてるって思われがちで。あ、でも私も初対面すごくしっかりされてる方だと思います。そう言われるんですけど。初対面は。あ、ちょい。あれ？初対面は。でもこの今来てくれてる会の方とか本当あれなんですけど、はい、仲良くなればなるほどなんかボロボロになってくっていうか、いや、ボロが出るっていうか。いい方でもあるじゃないですか、そのギャップっていうか。めちゃくちゃしっかりしてると思ったら意外とドジみたいな。すごいポンコツで、でも可愛いです。それはなんかもうちょっとヤバいレベルで道に迷うし、機械も壊すし、あの機械を壊すっていうのはなんか結構携帯あ、違います。なんだって、そう暴力しないけど、おらーって、なんか機械にとても弱いし、あとあのなんかこう衣装とか持ってってキャリー置いてきたりとかします。確かに、あ、どこいたっけカリーみたいな。ですごいもうびっくりして、なんか買ってとりあえず衣装揃えたこととかあるんです。え、本番後じゃなくじゃないです、本番前に。でも買ってなんかそのあばっとちょっと合わせたことあったんですけど、そのもう本当に途中で落としてきたと思って、めっちゃもうすみませんとかって言ってたら、なんと家の玄関の前に置いてあった。玄関にあるみたいな。初歩的なミス結構な。すごいびっくりした。すごいですね。とかなんか本当
あの普段しっかりしてそうに見えて、はい、ドンってなんかやることが結構やばい。大きめですね、しかも。あってちょっと焦りますね。いやでも可愛いですね。可愛くない、結構やばいですよ。いやでも男性から見たらめちゃくちゃ可愛いですよ。本当ですか。はい、やっぱ守ってやるみたいな。かわいい。でもなんか、でもなんかみんな結構なんかあの知っちゃってるから本当あの心配されて、今日もここに来るのに、はい、ここ駅から近いじゃないですか。そうですね。それなのにやっぱみんなあの何口だよとか、すごい何口出てとか、あのこの画像で送ってくれて、この写真のこの場所だよとか。え、親御さんかマネージャーさんですか、皆さん。みんななんか気をつけてとか、早めに出てねとか。早めに出てね、親ですよ。雨だよとか。雨だよ。そう、すごいみんな教えてくれるから。優しい。それ一個ずつ見ながら、でもちゃんと今日も駅員さんに聞いて、2回聞いて、結局聞いて確認して。いや、なんかあの東口なくて。え、なかったの。違うの、あの、ね、消えた。あ、やっぱ異次元から来てるんで。違う見えてた、見えてた。ルートが違うんですよ、書いてなくて、あの見つけれなかったんです。ただ聞いて、そうそうそう、なんか分かりづらかった。西口の方がメインだもんね。そう、なんかもう西って書いてあったから、東ないけどと思って。電話口とか。あ、そういうこと。分かんないけど、どうやって逆にあるかなと思うんですけど、なんかでもちょっと分かんなくて難しかった。あ、でもよかったです、無事にたどり着いて。本当にみんなの協力もあってね、よかったです。本当に何かあったら、はい、途中であのファンの方に出会い、あ、そうですね、入り口まで連れてもらって、ここか分かったって言って、優しい、じゃあバイバイって言って、よかった。しかも仲良しさんにね、めちゃくちゃ早く入ってません、しかも。でもみんな結構本当に早くて、早い人とか本当に早いんですよ。ですよね、下手すりゃ私より早いと思う、多分数時間前。早い。なんか前テレビの収録の時は、はい、4、5時間前からいてくださる方とかも。どういうこと、何をしているの。え、多分なんか先にこう待ってて、なんで入り待ちみたいなね、入り待ち。まあ、会えるか分かんないけど、その先に行って待ってるねみたいなとか。あ、そういうことですね。すごいみんな優しい。優しい。いやいやいや、結構もう心配そうな人がね。あ、そう、不安なんでしょうね、多分ね、ちゃんと来れるかなって。本当にでも間違えるから。それでなんか一回一部くらい遅れたこともあったんですよ、まあ、撮影とかで。あの今はないけど。重症ですね。それは重症。今はないけど。だって何時間前には入るんですもんね。だってそうです、つい駅から行けないんです。駅から行けなくて大変だ。地図が読めないから、こ地図こっちとこっちがみたいな、はい、こう回しちゃうんですよ、ね、回しても分かんないですね、そういう時はね。分かりますか。ほら、線路のこっち行きが分かんない。こう、あ、出てどっちにまず行くのかっていうのが、ね、一緒。わー、さすが。よかった、仲間がね、仲間が。5分かかった。え、ちょっとほら、5分かかった。あ、いました、仲間いました。あ、よかったよかった。私の方が早い。はい、じゃあ皆さんも守ってあげてね、じゃあ。はい、ルイトモですね。ルイはトモよ。結構でもみんなもちょっとおちょこちょいの人多いから。あ、そうなんですか。一緒、持ちつ持たれつ。あ、じゃあいいですね、支え合って人と、人という字です。はい、人という字ですね。うまいこと言った、人という字。はい、あ、こっちこっちだった。こっちだ、こっち。あ、まあ、こう、うん、いい、素晴らしい。いや、いいですね、なんかもう ここまでが全然台本通り進まないですね。全然いいですよ。もう今日はそう、台本なんかそんなもせちまいって感じですよ、今日は。はい、全然大丈夫です。面白い。いや、もうすごい、でも、すっごい綺麗じゃないですか。うん、もうなんかお会いした時から、嬉しい。もうなんか、だいたい、ぶっちゃけそのなんだろう、写真と全然違う人っているじゃないですか。言っちゃいますと。ね、私結構はっきり言う人なんて言うんですけど、みんな違うじゃないですか。もうまんまなんですよ。嬉しい。びっくりして、あれみたいな。え、どっちがどっちみたいな。ん、あ、ど、ん、いや、一緒、うんみたいな。なんか、どういうことあれみたいな。両、ん、嬉しい。だからもうそのまま出てきたって感じだから、もう、個人的にそのなんだろう、自分でフィルターつけてみたいなアプリ。すごいな。結構撮影会のいただいた写真とかもそのまま載せるから、結構いろんなバージョンが見れるかもしれない。すごいですね。やっぱアプリだけで撮るとほら自分漏れみたいになっちゃうじゃないですか。はいはい、同じ角度みたいな。そう、でもみんなが撮ってもらったのとか載せると多分あの実物にこうなんかよく見てるからっていうのもあるか。でもそんな変わらないですもん。本当ですか。はい、嬉しい。え、なんかあるんですか。秘訣？秘訣。努力してんの。この先読みして全部言うから。ちょっと。努力か、あの、あれです、あの、ジムに行くのは好きです。あ、ジム、え、一緒です。何します？どの部分鍛えます？あの、最初でも、あの、漕ぐやつから入って。あ、はい。あとなんか、そうです。あとこういうのもやって。あ、はいはい、わかりました。あと歩くのやって、あと、筋トレのマシンは腹筋、はい、背筋、足と、うーん、がメインです。なんか素晴らしい。あんまりやっちゃうと
パチってなっちゃうから。そうなんですよ、私がそうだったんですよ。あ、やっぱりなりましたね。ずっともちっちゃい頃からもともと水泳やってたんで、もともともう筋肉がつきやすいんですよ。私も水泳やってました。あ、本当ですか？あんま言ってないけど水泳やってました。嬉しい。今日は普段泳げたの？泳げる？そんなしないよ。かわいい。泳げなさそうですけどね。すごい。じゃあ意外と運動神経いい感じで。あの、そう、今そうでもないけど運動神経は分かんないけど、あれなんかこういう感じで体柔らかいです。あ、バレエとかは？あ、バレエやってないけどヨガとかずっとなんか習ってて、すごい。ちょっとあの水着でヨガやってたね。そうそう、水着でヨガ。 DVD でグラビアとかの、わお、あのなんかあのヨガ得意だったのでやらせてもらったりとか。すごい、なんかセクシーな感じになりません？あ、うん、こんな感じか分かんないけど、あれこれヨガ。え、でもなんかそう、なんか、いや、何個かやらせてもらいましたね。見たい。セクシーか分かんない。見て、あげます、今度。いいんですか？見てください。やっと、うん、しょっけないようだぜ。しゃあ、まあ、あとさ、ジムもいいし、はい、あとはあの今最近半身浴にハマってて。半身浴ってよく聞くんですけど、うん、何をするんですか、半身浴って？あの、半分お湯に浸かる。半分、あ、そのあの、待って、あの私が一つ喋るとみんなが10ぐらい返ってくるから。すごい、ひな壇芸人さんがいっぱいいますよ。なんかガヤガヤガヤ。あのね、あれなんです、胸より下にしないと負担がかかるみたいで、ここまでお湯に入れるんですよ。もう情報が入ってこない。情報が入ってこない。上半身から、上半身から入ったらってこうやったら、すごい。上半身、おかしい、泳げるからね。うん、こういうのつけてね。違う違う。え、すごいね、汗かくのがいいと思って、やっぱ肌にもいいし、はい、そのいいなと思って走り始めて、ほんとこのここら辺までお湯ためて座った状態で、はいはい、で大体20分から30分、多い時1時間ぐらい入ってて、もうゲームとかしてて、携帯のピュッピュッってやってて。何をやってます？これ今もあのモンスターでした。やっぱり私も分かりますよ、シュシュ。最近はね、鬼太郎とかね、いろいろあるんだけど、でもその、あのちゃんと袋に入れてやってるんですけど、はい、でもそうすると、本当におすすめで半身浴ですって、皆さん。あのね、私ちょっと人より汗かくんですよ。へ、一人ややちょっと多めにかくんですけど、はい、そうなんですか？いや、本当にあの飛んでくる？ライブ中に？ライブ中にそんなに？すごい喜んでるくせにみたいな。すごい参加型のラジオ、うん、あれなら視聴者参加型みたいな感じで、ね、はい、今日はそういう形でいきたいと思います。でも本当にライブではもう頭の先からつま先までもうびしょ濡れになって、びしょ濡れ毛先まで濡れて凍られるくらい。えぇ、Tシャツの色変わってる。そんなに？なっちゃうんですけど、本当すごい全部濡れるんですよ。すごい体勢良くて、そのせいかわかんないけど、その半身浴すると出ると1キロから 1.5 キロ落ちる。いや、それはないですよ。いや、本当です。それはないですよ。本当本当。それはないですよ。いや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 、本当本当、何ですかこれ。いや、本当にでも痩せて体重計だから楽しくなってきて、体重計をなんか入る前に乗るんですよ、はい、で、出てから測るとやっぱ最低1、あの多い時 1.35 ぐらい落ちるんです。え、なんか唐辛子丸飲みして入ってるとかじゃなくて？でもすごくないですか？ 1.5 って結構な量の汗をかいてるってことじゃないですか？すごいですよ、それは。でも痩せるからすごい。でもみんなもね、ほんとおすすめ。ぜひやります、そしたら。そう、肌も綺麗になるだろうし、汗もかくし、ちょっとしなしなになんないようにみんな。しなしな。フィーフはなんで？しなしな、シワシワになっちゃいますけど。え、それはどのタイミングでやるんですか？あ、でも全然朝起きてからすぐ回るし、ご飯いっぱい食べたなって思う時はそれこそ終わってから、ご飯食べ終わってから入ったら、うん、あ、もうリセットみたいな。すごい、うん、すごい。からそんなスタイルよくて肌が綺麗なんですね。いやなんか、でもすごい半身浴いいですよ、おすすめ。え、やってみます、ね、そしたら。あの、ここら辺まで、ここら辺まで。え、何度ぐらいですか？これ何ですか？これこれ何？右か左？それ違う半身じゃない？あ、どういうこと？間違ってはないの？あ、縦にってこと？こうやって力、こうやって力ればいいかな。芸人、芸人がなんかアニメみたいな。あ、そうですか、そんな。息できない、息できない、そんな。おかしい、おかしい、そんな。え、何度ぐらいですか、その温度は？面白いな、え、なんかみんな面白いから。半身って、温度は、あの、
38度。七丸さんに聞いとる酒が届かない、あなたじゃないあいや38度ね、オッケーオッケー。多分でも体温より、私も体温一人低くて、一人低いんですかごめんなさい、人より低くて、人よりね、はい、人より低くて、人より低くて、そう35度6分ぐらいしかないんですよ、はい、低いですね。なので結構、あちょっとみんなの暑いだと暑くてのぼせちゃうから、うん、ちょっと低めにして36、7度ぐらい、あ低めですね、緩めにそうして結構入ってます。すごい、もう10分しないぐらいでこう、すごい、なんかこうやってたまにこう座ってこうやってやってみるとこう垂れてくるじゃないですか、はい、あのよく明日のジョー、明日のジョー、こういうのめちゃくちゃ声張りますけど、明日のジョー、明日のジョーその写真、はい、そこしか知らないんですけど、明日のジョー、こういうこういうのありませんね、こういうポーズ、こういう燃え尽きたやつですね、そうそう、はい、あれの気分ですね、あ燃え尽きた感じで、ポタポタポタって、そうすごい、すごいな、おすすめです。半身浴やってみます、うん、入浴剤とか入れるんですか？入浴剤は入れない、入れない入れない派で、はい、入れた方がでもいいのかもしれない。あ本当ですか？じゃあなんかプレゼントしていただいて、はい、入浴剤、今ちょっと入浴剤も面白くて、あの恐竜出るやつとか、恐竜出るやつ、うん、ボルカラとかですか？そう、なんか恐竜、あのティラノサウルスとか、あなんか好きそうです、わかんないけど、ティラノサウルスが好きなんですけど、やっぱそうですよねやっぱそうですよね、わかんないけどなんか好きそうな顔してる、ちょっと待って、恐竜爬虫類とかは あんま好きじゃない、あれおかしいの、でも恐竜強いのが好きなので、やっぱティラノサウルスかなって、トリケラよりティラノかな、トリケラよりもティラノ、トリケラザウルスより、はい、ウルトラガールズとかでもティラノかな、ティラノ、結構ティラノ推しみたいな、はい、強いの、そう、そういうのとかは、あの今さっき面白い入浴剤があるので、はい、そういうので、はい、いっぱい、かわいいですね、入れて、かわいいですね、なんか想像しちゃったもん、へーとか一人でやってても、あんまりね、顔がリアルじゃないんです、顔がリアルじゃない、うん、入浴剤入れた出てくる恐竜の顔はちょっとなんかトゥルンってして、あ強さよりも可愛さ重視みたいな、うん、じゃないかな、そうなんですよ、私がそうじゃないちょっともうちょっとね、歯がギシギシしたのが出てきたらね、歯がギシギシしたものが欲しいみたいな、皆さん見つけたらぜひ送っていただいて、ちょっとリアルなやつ欲しい、リアルなやつを送っていただいて、ちょっとこれやばくない、リアルなやつを送っていただいて、面白い、ね、面白いのあったら入浴剤ね、はい、ぜひ、他にありますか、秘訣、秘訣、聞きたい、ジムでしょ、半身浴でしょ、はい、あとは、あ、毎日パック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 します、どんなパックするんですか、あれですか、顔描いてるやつですか、もしかして顔描いてるのもあります、あれとかやってそうですよね、なんかすごいイメージで喋ってますよ、わかんないけど普通じゃないのが似合う、いい意味で、あ、いい意味でね、わかる、褒められてますよ、これはわかる、そう、なんか普通のパックよりもなんか描いてあるやつとか、普通の入浴剤よりもなんか恐竜入ってるとか、あ、恐竜のはいいですね恐竜なんかね、スパイス強めの感じのね、なんかあの韓国とかでよく売ってるような、ほんと 3,40 枚入ってるやつとかも結構見ながらいただけて、はい、韓国好きそうです、でもないんですけど、でも行ったことないんですけど、やっぱダメだと今日はスカっちゃう感じ面白 いやでもあの毎日そのパックをいろんな匂いとか、はい、あの成分のやつを使わせてもらってて、はい、その中になんかたまにこうなんか合格祈願とか、あやっぱり出たウルトラマンみたいな、絶対そうだと思った、うん、そっちの方が強いのかなと思いますけどそう、でもあれちょっと取ってまだラップはできてないんですよね、ちょっと取ったんですね、あの一応取ったけど、なんか結構なんかなんとも言えない感じで、本当ですか、ちょっと欲しがっちゃいますけど私、本当ですか、はい、ちょっとね今度見せます、ぜひ、あのシーサーとか、ね、あ可愛い、なんかキティちゃんとかね可愛いのもあるけど、なんか結構微妙なのあるんですね、あ歌舞伎のはかっこよかったけど、あ、うん、私も使ってもらいます、はい、ウルトラマンとかなんかもうみたいな、絵みたいな感じで、あのここないのになんかここが入っちゃったみたいな感じですごいね、違和感しかない感じとか、まあ、でも使わせてもらってね、はい、毎日朝です、朝パックするのが朝なんで、夜じゃなくて、夜じゃなくて朝です、へー、うん、朝なんだ、そうやっぱ化粧するときって朝じゃないですか、はい、それまではちゃんと肌休めて美容液つけて休めて、はい、朝お化粧前にあの冷やした冷蔵庫とかで冷やしたパックをして、あれですか、朝は洗顔する派ですか、しない派ですか、あとします、あのなんか泡のやつで、あちゃんと泡でして、で結構分かれるんですよ、これ水派氷派、洗顔氷いるんですよ、氷水で絶対洗うっていう人と、うでお湯かそのちゃんと泡立てたのやつかみたいな、泡立てたやつとお湯はあのちょっと
冷たくないぬるま湯ぐらいの感じのしてあって、その後パックで冷やすので、すごいやってみよう、すごいいいですよ、すごい勉強になる、キュッてな、キュッて、かわいい、かわいいもの、すごい笑うな褒められたの笑うな、全部かわいい、どうしよう、ちょっと本当になんか、でも本当おすすめです、朝がぜひやらせていただきます、うん、やってください、なんかおすすめのやつあったら後で、あ、わかりました、こっそり教えてください、ウルトラマンあげます、ウルトラマン、いいね、ウルトラマンやった一緒、こういうの一緒だ、703だ、私は使ってない、使ってない、これ違うなと思って妹にあげちゃった、あ、そうなんですね、違うなって、可愛い、妹なりたかった妹なりたかった妹結構ドライなんでそんな感じじゃないです、あ、そうなんですね、いやだから私短所みたいな感じで、そんなことないよ、すごいなんか逆な感じでしっかりしてる妹なんで、はい、バランスはいいですね、はい、なんか台本進めますか、あ、ぜひいいですかすごいどんどん脱線してもらわない、もうね、あと5分ぐらいでもう告知の時間なんだ、あ、やばい、なんかちょっとすいません、ね、これは、これ何ですか、最近のマイブームは何ですかっていう質問、これ言いましたっけ、私まだ言ってないんですよ、よかった、いいですか、あと5分間一瞬だけ言わせてください、いいですか、じゃあ、はい、最近のマイブームは、はい、マイブームはもう一回言って最近のマイブームはかわいい、ハイボールです、ハイボール、はい、何の拍手だかちょっと分かんないですけどね、あの、はい、あのハイボールっていう、あのウイスキーにデビューしたんですよ、あ、そうな、もともと何飲んでたんですか、あの前はカクテル梅酒とかサワーが好きだったんですけど、はい、ちょっと大人になって日本酒とかワインが実は飲めるようになったんです、おーやった、人知れず、そう人知れず好きになるなにだったんだけど、はい、そのやっぱカロリーがねちょっとやっぱ気になるじゃないですか、そうですね、女性は、でやっぱそうなると焼酎かウイスキーってことで、はい、でもちょっと焼酎の氷月を飲んだら吐いたんですね、なんか、あら、わかるの、すごいね、ね、そう、はい、ダメだったの、なんか氷月恐怖症だからちょっと氷月はダメみたいで、はい、だからやっぱじゃあウイスキーだと思って、はい、しかもウイスキーのボトルでもどうって買って、かっこいい、かっこいい、でちょっと入れてこれぐらい濃さ入れてってこの調節できるじゃん、そうですよね、自分の好きな濃さにできますからね、だからもうハイボールで売ってるんじゃなくて、はい、もうウイスキー買ってきて炭酸買ってきてこう割って飲むんです、お家で、え、もう試す前にボトル買ってきたんですか、勢いで、大人すごい男、そこだけ今月入った、次ウイスキーウイスキーでドーンみたいな感じ、 そしたらでも意外と体質に良かったみたいで、全然抜くまないし、なんか体重も増えないし、すごい、ハイボールいいって言いますからね、全然ウイスキーとかは朝ドラでね、そうやってたみたいで、本当、そうなんですよ、いいみたいで、糖質が少ないから、でやっぱほら、ナナの中井さんたちもみんな体格がいいからね言われてた体格がいいからみんなも一緒にね、ハイボール飲もうよって、ね、この前、うんうん、そうです、ツイッターに書きました、いいと思います、ハイボールって、ナナマルさんの会話はみんなハイボールでね、あのどっかのね、ここあのダンスボーカルユニット、あのレモンサワーみたいな感じね、絶対にレモンサワー、絶対に皆さんはハイボール飲むっていうね、え、でもレモンサワーとかグレープフルーツサワーならカロリー低そう、あ、うん、どうなんだろう、サワー氷月じゃなければ、サワーって何サワーって何ですかね、なんかあの、あ、そうあ、それ、そういうやつ、焼酎と炭酸じゃない、違う、サワー、あ、違うの、サワーって、誰かコメントくださいで、コメント一回も読んでない、ごめんなさい、やばい、みんなありがとう、七丸様って言いますよ、やほー言ってますね、え、もう何一つコメント見てなかったですね、はい、スマホの地図アプリ使ってるんですかって心配されてますよ、スマホの地図アプリはあのねちょっとね、あの起動、そっか、そうだ、今高性能だから全部一緒に待ったんだもんね、レシタがあんま分かんないのとこの前でも撮ったんだけど消えてた、え、だからなんかあのバージョンアップしたら消えた、そんな違う、ないです、あ、違うみたいでしたなんかでもあのね、ちょっとわかんないですよ、ちょっとわかんないですよね、私もわかんない、そしたらもっと、はい、でも地図であのヤフーとかグーグルのすごい広げてこうやって見ます、あ、広マップをこう、はい、駅からこうやって広げてってなんか近いとこまで行ってあとは人に聞くあ、そう、それが一番です、やっぱそうです、それが一番ですよ、 あとね、皆さんに聞くっていうの、そうですね、あ、いたって目的地が多分いると思うんでね、はい、初めてのとこはね、ちょっとね、
怖いですからね。そうですね、うっかりがありますからね、はい、そうですよ皆さん。そうですね、はい、ハイボールからすごい打線しましたね本当ですね、ハイボールから全然ね、ハイボール早い、あっという間、早いですね、うん、なんかありますか、何かありますか、私ですか、うん、はい、ハイボールを飲みたいと思います一緒に飲みましょう、一緒にぜひ、ね、飲めますもんね、飲みます飲みます、うん、飲まない手でいるんですけど、うん、はい、あ、そうなんですね、そうなんですよ、一応ね、の、うん、飲みますよちょっとは舐めた方がいいかな、うるさいな実は実はすごいね、言われるんですよね、強そうっていう、そのどの、ね、段階で強そうとかよくわかんないですけどね、赤くなりますか、なりますなります、あ、じゃあでもいいですね、なんかわかりやすい、何枚です何枚、強いですか、わかんないです、あ、わかんない、わかんない、でも親は強い、親とお姉ちゃんは強い、あ、そうなんですね、どうなんだろう、つ、ね、でも弱そう、受け継いでたら弱そうですけど、ね、弱そうですか、はい、かわいい、酔っちゃったとかやられたいです、私酔っちゃったってなってないです、なんかなるほそれは強いなんかね、イエーイってなりました、いや、かわいい、かわいい、ハイボールウェイってやつですね、じゃあウェイですね、わお、リアル版でしたね、こちらすごい、かわいい、怒られちゃう、甘飲むと怒られちゃうから、あ、ちゃんとお仕事します、ね、たしなむ程度っていうかね、程よく、はい、そんな感じで、はい、もう告知の時間が、はい、告知の時間なんですね、なんかもう、そっか、告知か、早いですね、残り5分ぐらいなので、はい、告知はですね、はい、まあちょっと実はいろいろこう来年、今年あと間もないじゃないですか、そうですね、その間にね、あのやっぱまあ、毎月撮影会とかも2回くらいさせてもらってて、はい、あとそのイベントもやろうやしてもらってるんですけど、はい、近いのだと、まあ、撮影会以外だとあの来月がクリスマスのイベントを何かどこかでと、はい、あと忘年会もどこかでやりたいなっていうのが、ハイボールを飲んで、ハイボール飲みつつ、ハイボール飲んでもいいで、はい、ぜひみんなで来てもらってやりたいなっていうのと、はい、あとはあのまだね言えないんですけど、来年早々にちょっとテレビに、おあの出させてもらうのと、なんだろう、あの分かり次第 OK があれたら告知します、はい、それとあと来年に2、3本舞台のオファーが来てて、すごい、あの2本くらい出ようかなって考えてるので一本どれか切られます、ちょっと待って、まだあとどれか切れます、でもちょっと今までにないやつとかでちょっとびっくりするような舞台もあったりするので、ちょっとまあそれも検討してるので、はい、まあ、その詳しくはね、あの今ツイッターを一番まめに更新してるので、はい、まあ、あのツイッターをね皆さんチェックしてもらえたらなと思います、はい、そして全然動いてないインスタグラムも一応あるので、全然動いてないかい動いてないかいもうなんか1000人1個超えちゃったから、フォロワーの方がちょっとじゃあ写真載せようかなみたいな、はい、始めたよ、そう、逆にすごいですよね、あのもう少し更新します、はい、はい、楽しみにしていてください、はい、ぜひねチェックしてもらえたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、素晴らしい、はい、そして私から告知をさせていただきます、とあの今月の21日、11月21日はですね、私の誕生日でございます、すごいすごい嬉しい、温かい、すごい、今まででこんなにわーってされたの初めてかもしれない、本当ですか、みんな優しい、めちゃくちゃ優しい、びっくり、うん、その11月21日にですね、渋谷のオーブという会場で生誕祭を開きますので、よかったら皆さん来ていただけると、オーブでも、はい、オーブオーブダジャレですか、ダジャレですか、うん、かわいい、かわいい、かわいい、好きになっちゃう、好きになっちゃう、え、そしてですね、はい、あの来月の12月22日からこちらも渋谷のユーロスペースという劇場で、そうなんですよ、ありがたいことに私が出演させていただいたこちらプラネットオブアメーバという映画がですね、公開いたします、わー素敵ー、やっと、はい、やっと公開されます、これ去年今年、うん、もう結構前に撮ったやつなので、やっと見れるんだ、はい、やっとちゃんとこうねチラシを作っていただいて、私この辺にいるんですけど、あの、ね、これを受け取った方は、あ、これかというのを見ていただけるとね、あのライブとかでも今配っておりますので、よかったらこちら本当に面白い、あのスーパー SF アクションっていうね、ちょっとなんか懐かしい感じの撮り方をされていまして、そうなんですよ、昔の特撮みたいな、そう、昔の特撮みたいな感じなので、特撮結構ね、その昔のあの懐かしい感じが好きな方は結構ハマるかなと思いますので、よかったら来ていただ、あ、見ていただけると、はい、嬉しいです、はい、そしてみんな見てね、よろしくお願いします、来月のこの番組はですね、
この映画を撮られた星坂監督と、あ、星坂さん、はい、あ、知ってます、星坂下は、あ、ちょっと後で話すの、あ、はい、え、もし同じだったら私え、知ってるかな、舞台出させていただいた、はい、はい、あ、え、すごい、あの、私が原発の主演舞台やった監督です、嘘、すごい、すごい、知らぬ共通点が、そして時間がない、ごめんなさい、邪魔しちゃった、岡崎プロデューサーの、え、監督、あ、じゃあこの作品をね、うん、のプロデューサーさんと、ね、あと、あの、出演されていた宇崎里奈さんが番組に来てくださいます、はい、やったすごい、そこにここで共通点を、あ、後で話しましょう、後で話しましょう、時間がないのね、ぜひ、でも来月も見てください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。